で、これで中心が求まったので、一応形式的には書けるのかな。よって、求める円の方程式は、これ、中心の x 座標ですから、x 引くことの a の2乗ですから、x マイナスマイナス2、引く3ルート2の2乗足す、これ右側の円から書きましたけど、y 引く3の2乗、イコール、半径3の2乗ですから9。と、もう1個は x 引くことのマイナス2、引く引く3ルート2の2乗足すこ、足す、y 引く3の2乗、イコール9と。で、まあ、形式的にはこんな感じに求まっていて、で、得られた2つはどっちがどっちっていうと、こっちが両方引いてる方だから下の式ですよね。x 足す、2足す3ルート2の2乗足す、y 引く3の2乗イコール9であって、こっちが x、足す2引く3ルート2の2乗足す y 引く3の2乗イコール9と。まあ求まりました。で、あんまり綺麗じゃないんですけど、で、別にこれはこれ以上の意味はあんまり多分ないですけど、あー、ただここの点10から測ったあの中心へのベクトルが直行してるってことは言えますけど、それが何か嬉しいかというと別に。で、ここの距離が6ルート2だということもまあ意味はなくはないかもしれないけど、そんなでもないですよね。いや、この問題をあの A の値を置いてっていうふうに解いてる限りはこんなもんなんですよ。ただし別解はあります。ただ非常にきついです。何がきついかというと、三角関数の加法定理を使うので、三角関数の加法定理知ってる人向けにいきます。知らない人はもうあのこの先は、まあそれ学んでから戻ってくればいいですけど、